阪神甲子園球場です。高校チーム対聖堂、このゲームの模様をお送りいたします。高校チームの先発は右のアニア、聖堂の先発は右のプルヤ、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。まずは1回の表、先頭バッターは倉持、背番号6。第9、投げた、インコース高め、ボール。さあ、次の投球、投げました、ストライク。投げました、打った、痛烈な当たり、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番小湊、投げました、ストレート決まってストライク。いきなり153キロ、投球これから2球目、カーブは空振り、少し迷ったか。第3球は1つ外した、ボール。カウント1ボール2ストライク、投げました、見逃しの三振。バッターは3番諫早、第9、投げました、初球カーブは空振り。第2球、投げた、ストライク。投球は3球目、投げた、インコース、空振り三振。最後は伸びのあるストレート。アニア、今日は上々の立ち上がりです。聖堂、この回無得点です。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。トップバッターは関川、決まった、ストライク。第2球、投げた、縦のスライダー、ボール。カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げた、3球目ストライク、伸びのあるストレート。追い込んでから投げた、インロー際どい球、ボール。カウント2ボール2ストライクです。第5球投げました、打ちました、いい当たり、ライト前ヒット、クリーンヒットです。関川、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチセーフ、完全に外れた、ボール。初球様子を見てきました。第2球投げました、ボール。2球目も外してきます。第3球を投げました、ここで送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト。ランナー2塁に進みました。聖堂、先制のピンチを迎えます。背番号肩越しにランナー見た、セカンド牽制球です。二塁タッチセーフ、インロー見送ってストライク。セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、決まった、ストライク。投球これから4球目、ストレートはボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、ボール、完全なボール球、フルカウント。投球はこれから6球目、ストライク、見逃し三振。バッターはピッチャーアニア、第9、初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りから低め、ボール球打った、ふわふわっと上がった、取りました、これで3アウト。1回が終了しまして、高校チーム同じく無得点で終わっています。2回の表、聖堂攻撃に入ります。この回の先頭バッターは結城、外れた、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。投げた、ボール。カウントは2ボール1ストライク。さあ、4球目打った、いい当たりだ、ボールはライナーでセンターへ、これはヒットになります。バッターランナー一塁、けんぱつ蹴って二塁へ、ゆうきツーベース、高校チーム先制のピンチを迎えます。右のバッターボックスは5番マスコ、大きな声援が届いています。二塁タッチはセーフ、
投げた、決まってストライク。いきなり151キロ。第2球、投げた、ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、アウトロー。直球は外れてボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、インコース高め、空振り。次は5球目、149キロ直球、空振り三振。バッターは6番三幸、投げました。1球目ストレート、空振り。148キロストレート。第2球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。セカンドランナーチラッと見た、投げました、1つ外してボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、外角、空振り三振。最後は150キロストレート。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。投げました、決まってストライク。いきなり153キロ。二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ、二塁はセーフ。見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。追い込んで第3球を見送ってボール、大きく外れました。カウント1ボール2ストライク。第4球は打ちました、センターへの打球、ヒット。古谷、いいバッティングを見せました。高校チームなおもピンチが続きます。ボール、わずかに外れました。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、カーブはボール。カウントは2ボール1ストライク。ファーストランナーをちらっと見て、第4球を投げた、アウトコース高め、空振り。追い込んでから投げた、打った、レフト落下点に入りました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。得点圏にランナーを送りましたが、先制点を挙げられませんでした。2回の表が終わって0対0。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターは新庄、アウトコース高めいっぱい、ストライク。第2球投げた、2球目ストライク。もう追い込んでいます。投球は3球目、投げました、ボール。カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目、打った、これは強烈、いったー、一直線、入った入った、ホームラン、先制ホームラン。左中間スタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。バッターは6番檜山。第1球打ちました、当たり損ない。小湊取った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番岡田。背番号、危ない球。投球これから2球目、外れた、ボール。カウントは2ボール。投球はこれから3球目、さらに伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった、ストライクを取りに行ったところをやられました。今チームメイトが迎えます。バッターは8番湯船。第9危ない球。投球これから2球目、ストライク。第3球を投げました、決まった、ストライク。伸びのあるストレート、追い込んで投げました、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。初球に送ってストライク、伸びのあるストレート。さあ次の投球、
投げました。見送ってボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。ストレート見送ってストライク。伸びのあるストレート。第4球を投げた。打ちました。これは平凡なレフトフライ。掴んでこれで3アウトになります。2回の裏が終わりまして2対0、高校チームまずは先制しています。制度、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番シラス。第2球投げた。アウトコース低め、外れてボール。カウント1ボール1ストライク。投球は3球目投げた。ストライク。アウトコース厳しいところ。さあ4球目打ちました。木山ボールを取る。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って倉持。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げた。打った。木山掴んだ。一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは2番小湊。投げた。初球はストライク。いきなり151キロ。第2球投げました。まっすぐ見送ってストライク。さあツーストライクと追い込んだ。第3球を投げました。打った。痛烈な当たり、ライト前ヒット、クリーンヒットです。小湊ナイスバッティングです。バッターは3番諫早。今日の第1打席はスイングアウト。ボール。これはわずかに外れています。さあ次の投球見送ってストライク。第3球を投げました。3球目ストライク。一塁へ牽制球を送ります。第4球は危ない球。さあ投球は5球目152キロ直球、空振り三振。バットが空を切りました。3回の表が終わって2対0、高校チーム2点リードは変わりません。高校チームこの回1番からの高打順になります。先頭バッターは関川。見送ってボール。投げました。打った。ファール。第3球を投げました。打ちました。いい当たり。レフトへ持っていった。レフト交代ヒット。打ったバッターは2塁へ向かった。関川ツーベースヒット。バッターは2番三越島。古谷ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。2塁タッチはセーフ。第1球投げた。初球バント、ピッチャーの左へ転がした。一塁へ送る。アウト。ランナー三塁に進みました。セドなおもピンチが続きます。縦のスライダー見送ってストライク。投球これから2球目打ちました。センター前進。センターへ上がって掴んだ。三塁ランナーはタッチアップ。ホームイン。バカなセンターへの犠牲フライ。高校チーム1点入りました。3対0。バッターはピッチャーアニア。第1球ボール。これは完全なボール球。第2球見送ってストライク。第3球を投げた。外角低め見送ってストライク。次は4球目投げた。低めボール。完全なボール球。カウント2ボール2ストライクです。投げた。打ちました。ナイスプレー。セカンドから一塁送球。最後はいい守りを見せてくれました。序盤終了しまして3対0、高校チームリードを3点としています。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは結城。直球見送ってストライク。第2球投げた。打ちました。
新庄バックしていった、切れていきます、ファール、投げました、ボール、いいところですが外れています。カウントはワンボールツーストライクです。高め、空振り三振、2者連続三振になりました。右バッターボックスにはマスコ、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました、内角高め見送ってストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。第3球を投げました、150キロ直球、空振り三振、マスコ全くタイミングが合いません。バッターは6番三幸、今日の第1打席はスイングアウト、投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。追い込んでから投げた、危ない球、次が4球目、投げた、打った、バットが折れた、取ってこれで3アウトチェンジ。西武結局三者凡退、無得点に終わっています。4回の表が終わって3対0、高校チーム3点リードは4回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは新庄、初球打ち引っ張った、スタンドに入りました、ファール、初球ファールから投げた、ボール、インハイへ、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、3球目ストライク。さあ4球目、スプリットはボール、はっきりしたボール球、カウントはツーボールツーストライク。流し打ち、マスコ交代、ファールボール、投げた、打った、ヒットになります。新庄いいバッティングを見せました。バッターは6番檜山、最初のバッターボックスは内野ゴロにいた、初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。初球空振り、伸びのあるストレート。第2球投げました、打ちました、これはセカンド真正面、小湊ボールを掴んだ、アウト、セドなおもピンチが続きます。バッターは8番湯船、古谷、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第2球ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました、3球目ストライク。次が4球目、投げました、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、レフト見送った、ホームラン、ツーランホームラン、白球は無情にもレフトスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。古谷がっくりと肩を落としています。バッターは9番今岡、第1打席はレフトフライに倒れています。スプリット見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、右中間へのフライ、ヒット、ボールは中継、今岡ツーベースヒットを放ちました。今日2本のヒットを放っている関川、初球を打ちました、これはセカンド正面、アウト、スリーアウトチェンジ。4回までが終了しまして5対0、高校チームリードを5点としています。5回の表、西武攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャー古谷、投げました、初球カーブは空振り。第2球投げた、見送ってストライク、もう追い込んでいます。追い込んで投げた、危ない球。さあ4球目、アウトコースいっぱい、見逃し三振。第1球投げた、見送ってストライク、初球ストライクから投げた、インコース空振り、伸びのあるストレート、追い込んでから
投げた、内角低め、空振り三振、全くタイミングが合いません。ストライク、伸びのあるストレート。第2球投げました。このボールも空振り。第3球は三振、最後は伸びのあるストレート。精度力を及ばず、三者連続三振に打ち取られました。5回の表が終わって5対0、高校チームこの回は上位打線から始まります。トップバッターは三越柴、投げました、ストライク、伸びのあるストレート。さあ次の投球、投げました、ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、打った、抜いていった、ボールは中継。三越柴ナイスバッティングです。バッターは3番バカナ、今日は三振とセンターへの犠牲フライ。第2球投げました、危ない球。第3球は打ちました、ライト前進、これはヒットになります。ボールは中継、バカナいいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあバッターチャンスをものにできるか。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ、直球見送ってストライク。1球目ストライクから。第2球危ない球、第3球を投げた、打ったいい当たりだ、左中間へのフライですがヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、高校チーム1点入りました。ここまで2安打の新庄、投げた、初球外れてボール、はっきりしたボール球。サードランナーちらっと見た、ストライク。第3球を投げた、顔の前通過。第4球を投げた、おっと出たボール。バッターは6番ヒアン、第1球投げた、決まった、ストライク。少し迷ったか。サードランナーちらっと見た、打った、投球は3球目、投げました、ストレート、空振り三振、檜山全くタイミングが合いません。投げました、危ない球。第2球投げました、打った、流し打ち、マスコ下がった、ファールボール。投げました、ストレートはボール、カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げました、打ちました、倉持取った、2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして6対0、高校チームさらに1点を追加しています。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは倉持、今日はセカンドゴロとショートゴロ、カーブはストライク、タイミング合いません。初球空振りから、投げた、打ちました、打球は三遊間へ、サードから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには小湊、投げた、内角低め見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球打ちました、ヒット、ボールは中継、小湊ナイスバッティングです。バッターは3番諫早、ここまで2打席連続三振、内角高めいっぱいストライク。第2球投げた、ボール、カウントはワンボールワンストライクです。一塁牽制、一塁タッチセーフ、投げた、危ない球。さあ4球目、打った、ライト前に出る、岡田取りました、これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。バスト、ゆうき、まずは一塁牽制、タッチはセーフ、もう一回一塁へ牽制球。第1球投げた、危ない球。第2球カーブはボール、外角低め、カウントは2ボールノーストライク。投げました、ストレート見送ってストライク、肩越しにランナー見た、投げました、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投球これから5球目、外れた、ボール、カウント3ボール2ストライクです。
次がラストボール。一塁ランナー打ちました。痛烈、いったー、一直線、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。右バッターボックスはマスコ。ここまで2打席連続三振。投げました。初球空振り。抑えだよ。1球目空振りから第2球。投げました。2球目ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました。打った、痛烈な当たり。レフト前ヒット。クリーンヒットです。マスコ、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは6番三幸。今日は三振とサードフライ。さあ次の投球、カーブはボール。カウントはツーボールノーストライク。第3球を投げた、ストライク。伸びのあるストレート。次が4球目、投げた、これは上がりすぎたか。センター前に出る余裕があります。取りました。これで3アウト。6回の表が終わって6対2、西道この回2点を返しました。6回の裏、高校チーム攻撃に入ります。トップバッターは湯船。今日2打点を挙げています。第2球、2球目ストライク。追い込んで投げた、得意のストレート、空振り三振。古谷、見事なピッチングです。今ストライク、まずは入れてきました。第2球、投げた、見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。投球はこれから3球目。アウトコース高め、ボール。カウント1ボール2ストライク。さあ4球目、ボール。平行カウント。次は5球目、流し打ち、どうだ、ファール。さあ6球目、投げた、打った、これはショート真正面、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って関川。今日はここまで3打数2安打。第2球、投げました、ストレート見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げました、打った、レフト方向へ持っていきましたが、取ってアウト。3アウトチェンジ。高校チーム結局この回3人で攻撃が終わっています。中盤まで終了しまして6対2、高校チーム現在バッターは代打小湊に変わりまして、第9球投げました、初球を打った、左中間へ持っていきましたがヒットになります。小湊、一塁回って二塁へ、ボールが点々と転がっている。小湊、いいバッティングを見せました。さあチャンスをものにできるか。第9球投げました、初球カーブは空振り。高校チームここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、カーブ決まってストライク。タイミング合いません。第3球を投げた、見逃し三振。アミア、見事なピッチングです。左バッターボックスは9番シラス。今日はショートゴロと三振。第2球投げた、2球目空振り。抑えだよ。第3球、1球外した、ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、右中間へのフライですがライト掴みました。ランナー二塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げた、ストライク。まずは決めてきました。振り返って二塁牽制球。第2球投げた、ストレート空振り、伸びのあるストレート。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、
流し打ち、ラインアウト、ヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった。セーフ。点差を3点に縮めました。倉持タイムリーツーベース。高校チームなおもピンチが続きます。兄がここは踏ん張れませんでした。なんとかしのいでいきたい。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で小湊投げました。まっすぐ見送ってストライク。第2球投げました。打ったいい当たりだ。レフトへ上がった。掴んでこれで3アウトになります。7回の表が終わって6対3、聖堂あと3点を追いかけます。トゥルヤ降板、右の川上今日2番手としてマウンドに上がります。代打いたしました。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは三越馬。投球これから2球目。打ちました。ライトへ上がった。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番若田。投げました。ストライク。第2球投げた。スライダー見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。インハイ際どい球、ボール。強気で攻めてきます。カウントワンボールツーストライク。見送ってボール。カウントツーボールツーストライクです。次は5球目投げた。外のボール引っ掛けた。倉持掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。ボール。まずは外角低め、わずかに外れました。投球これから2球目。2球目ストライク。第3球を投げた。インローを見送ってストライク。追い込んでから投げた。内角低め、外れてボール。カウントは2ボール2ストライク。投球これから5球目。直球空振り三振。ボール球で仕留めました。最後は空振り三振に打ち取られました。7回までが終了しまして6対3、高校チームラッキーセブン。聖堂、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは諫早。今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。ボール。これはわずかに外れています。投げました。危ない球。投球はこれから3球目。まっすぐ空振り。タイミング合いません。第4球は決まってストライク。伸びのあるストレート。次は5球目打った。流し打ち。第6球を投げました。146キロ直球。空振り三振。まずは三振に切って取りました。第1球投げました。初球空振り。少し迷ったか。第2球投げました。打った。痛烈な当たり。ライト交代。掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番マスコ。これが4度目のバッターボックス。投げました。ストライク。初球ストライクから投げた。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。145キロ直球。空振り三振。精度。クリーンアップを三者凡退で抑えられてしまいました。8回の表が終わって6対3、高校チーム3点リードは8回の裏、高校チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターは新庄。初球空振りから投げた。決まってストライク。第3球はボール。高め。これは完全なボール球。カウント1ボール2ストライク。投げた。打ちました。これはいい当たり。伸びた。伸びていった。これはヒットになります。新庄ツーベース。
バッターは6番檜山。第1球初球決まってストライク。第2球見送ってボール、外れてワンボールワンストライク。投球はこれから3球目。バントした、ファールボール。次は4球目、投げました、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。ストライク、キレのある変化球。第2球投げました、見送ってストライク。これで追い込みました。追い込んで第3球を、低めの球、見逃し三振。3球三振、ズバッと決まりました。初球見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、2球目ストライク。肩越しにランナー見た、投げました、空振り三振、バットアウト。ボール球で仕留めました。8回の裏が終わりまして6対3、高校チームこの回無得点です。さあいよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターは三幸。第1球直球決まってストライク。第2球投げました、カーブはボール、わずかに外れました。カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目、空振り。第4球は打ちました、いい当たり、ボールはライナーで左中間へ、ヒット、打球が転がっている。三幸ツーベースヒット。ピンチヒッターは東条に代わりまして、東条背番号。第9投げた、ストライク、まずは決めてきました。1球目ストライクから第2球ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、打ちました、取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、初球から打ってった、三遊間抜けた、麻生ナイスバッティングです。高校チームなおもピンチが続きます。第9投げた、ボール。投げた、ストレート決まってストライク。投げました、ストライク、追い込んでいます。サードランナーちらってみた、追い込んでから投げました、打ったいい当たりだ。さあ犠牲フライになるか、取った、タッチアップからホームへ向かう。三塁ランナーホームイン、しらすレフトへの犠牲フライ、セード点差を2点に縮めました。打順はトップに帰って倉持、今日はここまで4打数1安打。第9投げました、決まった、ストライク。1球目空振りから決まってストライク。さあ次の1球が最後となるか。第3球を投げました、アウトローの直球はボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、146キロ直球、空振り三振。兄が見事な完投勝利です。高校チーム2点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6対4、高校チーム2点差で勝ちました。勝利投手はアニア、敗戦投手は古谷、実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。